はい、皆さんこんにちは。あなたも楽しくオカリナを。私が関みのるです。今回はプラスチックオカリナベスト3ということで紹介しています。ただ内容的には私の持っているプラスチックオカリナ3本の紹介、そういった内容になっています。前回前々回と第3位第2位を紹介しました。ちなみに第3位のオカリナがこちら、ナイトバイノーブルのプラスチックオカリナです。こちら値段が3200円です。そして第2位がこちら、大沢オカリナ i シリーズのプラスチックモデルです。こちら値段が2750円。そして今回栄えある1位に輝いたオカリナを紹介します。第1位のオカリナはこちらです。じゃじゃん、フォーカリンクのプラスチックオカリナです。こちら値段が2200円です。裏側こんな形になってます。でこのオカリナですね、先ほどのこちら大沢オカリナと非常に似てます。まあ、色は今全然違いますけれども、形っていうか雰囲気がすごく似てます。特にこの右手と左手の間にこうラインが見える、一番盛り上がったところにラインが見えるところが非常によく似ています。ただ完全に違うオカリナですので、違うところはたくさんあります。どういったところが違うかと言いますと、こちら大沢オカリナの方はこちら平らに見えますが、通常のオカリナと同じように、わずかですけれども、こう弧を描いている、カーブしているっていうことで、持ちやすいですよっていう話をしました。それに対しまして、こちら、フォーカリンク社のオカリナは、同じようにこちらの面、こう平らに見えますけれども、平らです。はい。こちらは平らです。ほぼ平らですね。平らなので、平たい感じなので、こう、なんか、抑えやすいのかなと思うんですけれど、抑えにくいのかなと思うんですけれども、抑えにくいっていうことはないです。非常に抑えやすいオカリナです。はい。まあ、角度的にこう、ちょうどいい感じになってますね。で、それで、まあ、あとなんで抑えやすいかと言いますと、穴の大きさが、まあ、通常の、もう ほぼ平均的な穴の大きさをしているわけです。大沢オカリナに比べるとこういう感じで、だいぶ大きさが違うかなと思います。こちらはここ小さいですよね。ここは結構普通の大きさです。でこれでもね、大きい方ではないです。もうごく普通標準的な大きさです。ただ小さくはないので、こう手で持った時に指の腹で穴をしっかりこう感じられるので、そういった意味では安心して押さえることができます。ですので私として見れば大沢オカリナよりもむしろこちらの方がしっかり押さえやすいっていう感じがしてます。はい。で音の方はですね、こちら大沢オカリナは優しい息で吹くための楽器ですので、優しい息、本当に弱い息で綺麗になってくれるっていうような音です。でこちらは結構強めの息が必要です。ある程度しっかりした強めの息を出して、でそれで優しく柔らかい響きがするっていうような感じの音になってます。それとですね、指の感覚なんですが、指の感覚は大沢オカリナって穴はここ小さいんですけれども、指の感覚はすごく標準的な、まあ、平均的なところ感覚で穴が開けられていると思います。まあ、それに比べてこちらは感覚広めです。指のこの感覚が広めです。広めのところに開いてます。で私、ずっと以前から、この楽器は指の感覚が結構広めだなと思っていた楽器がありまして、こちらなんですけれども、これやっぱり同じ会社ですね、フォーカリンクのフォルテっていうモデルなんですが、こちら大きさも結構大きいんですね。こう長いし大きい。で、指の感覚も結構余裕でこう広がってる感じがあって、これは広めのオカリナだなとずっと思ってたんですけれども、比べましたらですね、こちらプラスチックオカリナの方が左手完全に広いんです。はい。ですのでこれ、かなりちょっと広めの大きさになります。広めといってもこう
常識の範囲内ですのでね、これはガーッとこう全然なんだこれっていうことではないので、普通のオカリナ の指の感覚として、まあ、普通の感じですよね、こう見てもね。の中でちょっと広めっていうことになります。で、この大沢オカリナの方は、この本家本元のね、大沢オカリナ、Iシリーズのオカリナの、まあ、こちらがプラスチック版っていうことになって、まあ、吹き心地も似てるんですけれども、こちら、フォーカリンク社の方はですね、私、まあ、これはまあ全く私の個人的なイメージで、まあ、鵜呑みにされると困るんですけれども、私の勝手なイメージなんですが、このオカリナと似てるなと思ってるのはこれなんです。非常にこう似た感じですよね。真ん中のラインも似た感じ。若干、まあ若干違いますけれども似た感じがあって。これが本家本元で、これがプラスチックオカリナみたいな感じに捉えてるんですが、まあ、勝手に捉えてるんですが、これはフォーカリンクの湯葉さつきモデルというオカリナです、はい。で、これもですね、穴の間隔結構広めなんです。これも結構広めです。こちらとほとんど同じような感覚になってます。はい。ということでね、似てるなというふうに勝手に思ってます。はい。そして、それとですね、あとはその表面の仕上げなんですが、大沢オカリナの方は、見た感じ、もう完全にもう見た感じ、まあこれプラスチックだなっていう、もろプラスチックだなっていう感じがします。はい。で、触った感じも、このちょっとツルツルしたプラスチックの感じがします。まあ言葉悪いですけれども、もう安物のプラスチックっていうような、そんな感じが見た目します。で、それに対しまして、こちら、フォーカリンクの方は、表面がですね、ほんのわずかこう、ザラザラした表面に仕上げてるんですね。すべてほんのわずかザラザラして、まあ、ちょっとわかるかどうかわかりませんけれども、とこうザラザラ、ザラザラ感があるんです。すべてにおいて。ですので、こう、見た感じですね。見た感じ、パッと見た感じ、こちらの方が高そうに見えるんです。はい。まあ、値段はこちらの方が若干高いんですが、見た感じ、こちらの方がちょっと高そうに見える感じがするっていうぐらいで。で、それで、触った感じもですね、こちらはまあ先ほど言ったようにこう、本当にプラスチックを持っている、ただのプラスチックを触ってるって感じなんですが、こっちはやっぱりちょっとザラザラ感が、ほんのわずかのザラザラ感があるので、それがもう高級感を醸し出してまして、安っぽい感じは軽減されてるんです。はい。というわけで、まあ、値段的にはこれが2200円ということで一番安いんですけれども、そういったことで、まあこれが、第1位になってます。はい。というわけでですね、弱い息が合ってる、弱い息用の楽器が欲しいっていう方は、もうこれで一応決まりですね。この大沢オカリナ Iシリーズで一番合ってると思います。そして、もう指の感覚として、こう広いよりは、こう、狭い感じで、こう、力抜けた感じで狭い感じの方がいいっていう方はこちらナイトバイノーブルのオカリナ、これが合ってると思います。はい。で、これ3本ともプラスチックオカリナとしては全然悪くないいいオカリナですので、まあ、3本ともいいオカリナっていうことであれば、まあ、一番安いやつでいいっていう方はこちら2200円のフォーカリンクのオカリナでいいかなと思います。はい。で、それでまあプラスチックオカリナなんだけれども、どうせならいい音のするオカリナがいいっていう方の場合は、まあ、これも私の個人的な感じなんですけど、吹いている感じですと、一番いいな、音がいいなって思えるオカリナは、やっぱりこれなんですね。ナイトバイノーブルのプラスチックオカリナ。これが一番吹いてていい音がするなっていうような気がする、そんな感じです。はい。まあ、若干ですけれども。で、これ、まあ、値段的にもこれが一番3200円ということで一番高いオカリナになりますので、音的にもこれが一番、音でしたらこれが一番いいかなっていう感じがします。ですので、もし買う場合はそういった形で、まあ、同じプラスチックオカリナでもそれぞれ個性がありますので、自分、なるべく、もう少しでも自分に合った楽器を選んだ方がいいかなと思います。
今回は以上で終わります。どうもありがとうございました。